それではワメリカンジョークを一つ。なあ聞いてくれよ。この間ボブと駅前を歩いていたら赤い羽募金をしていたんだ。だから募金をして、そして羽を二つもらった。俺はボブに、なあせっかくだからこの羽を君の T シャツにつけてみようか。こう言うと、ボブははっきりとした口調で断る、こう言ってきた。おいおい、ボブいくらなんでもはっきり言い過ぎじゃないのか。すると奴はこう返してきたんだ。ああごめんな、赤い羽だけにね、君の意見を羽つけてみたって。ねずっちです。ではまた。